前よりキレが出てきた、デスゾーン。キドウ？なあ。どうした？いや、なんでもない。もう一度だ！不愉快の追放が自分たちの敗退になるとは、まさに自滅、規約様々というわけで。結果的に不愉快は役目を果たしたわけだ。総帥はこの結果を見越しておられたのでは？新監督を探せ！こうなったらみんなで監督を探すんだ。こんなことでフットボールフロンティアを諦められるか！みんな、やろうぜ！誰か運動部の顧問で頼めないかな。あ、それいい考えっすよ。ライモン夏美が頼めば誰かやってくれるんじゃないか。そもそもあんたが不愉快を追い出さなきゃこんなことにはならなかったんだ。責任取ってもらおうじゃないか。おお！不愉快先生を顧問にしたままでみんな試合なんかできて。とはいえ、いささか短絡的でしたね。せめて代わりの監督を立ててから追放してもよかったんじゃないでしょうか。まあは言っても時間の無駄だ。みんな手分けして新監督を探すんだ。誰でもいいってわけじゃないぞ。帝国と戦える人間じゃないと。そうだな、慎重になるべきだ。じゃあどうしろってんだよ。どんなに存在感がなくても先生がいることで俺たちは試合に出られていたんだな。見事に存在理由があったのか。遠藤。ん？ライライ軒の親父はお前のおじいさんを知っていたということは。そうか。家族になってください。お願いします。仕事の邪魔だ。すいません。あの、俺のじいちゃん知ってるんですよね。秘伝書のことも知ってた。だったらサッカーも詳しいんじゃないですか。あるいは遠藤のおじいさんとサッカーをやっていたんじゃないですか。それ本当か。勘だよ。秘伝書のことを知ってたんだ。伝説の稲妻イレブンだったんじゃないのかなって。あの時俺の言ったことを忘れたのか。稲妻イレブンは災いをもたらすと言ったろう。恐ろしいことになるだけだ。でも俺たちここまで来たのに全国に行けるんだよ。あのな、注文しないならとっとと出て行け。だったら注文すりゃいいんだろ。ラーメン一丁。はいよ、ラーメンね。財布物質だった。大丈夫、ちゃんと物質鍵かけてきたから。そういう問題じゃなくて、注文取り消し。出るくっそ。稲妻イレブンか。いいチームだったよな。あのキャプテンの坊やな、ゴッドハンド使えるぞ。何を調べている？昔のサッカー部のこと。稲妻イレブンか。サッカー部の顧問の問題は知っているでしょ。誰か OB にお願いできないかと思って。そうか。でもデータが全部消えているのね。どうして？消えている？40年も前のことだからデータベース化されてないかとも思ったんだけど、当時の他のことは全部入力されているわ。サッカー部についてだけ何もないの。おかしいな、な
ぜ消えているのだ。いいぞ、ボールに食らいつけ。カメマ、シャキッとしろよ壁山。俺たち負けっすよ。何言ってんだ。どんなに練習したって監督がいないんじゃ意味ないっすよ。壁山、これじゃ初めの頃と同じだわ。ですね、そりゃ気合入らないですよね。諦めろなって。監督になってくれる人はきっといるから。本当っすか。本当にいるんですか。絶対そうだって言い切れますか。今日は疑り深いな。お前がちょっと離れてくれよ。本当に見つかるっすか。まあ、見つかる見つかる、絶対いるって。本当っすか。だからもう話してくれよ。キャプテン、もうキドウさん、偵察に来たんだな。いやいや、不先輩寸前の僕たちを笑いに来たのかもしれませんよ。どっちにしろ嫌な感じだぜ。不愉快な件謝りたかった。それにドモンのこと。あ、そのことはもういいんだ。ドモンもさ、あいつサッカーうまいよな。羨ましいよ、お前たちは。え？それに比べて俺たちは、帝国が全国の頂点に立ち続けていられたのは総帥の策略があったからだ。俺たちの実力じゃない。そんなことないよ。常に頂点に立つために俺は人一倍努力してきたつもりだ。なのに今までやってきたことは全部偽物の勝利だった。そんなことないって。お前に何がわかる。わかるよ。俺お前からいっぱいシュート食らってるんだぞ。帝国の強さは俺の体が知ってるぜ。お前たちとの試合楽しめそうだな。ああ、俺たちは前とは違うってこと見せてやる。だが決勝に出られるのか。新監督ならなんとかなるさ。なあ、なんなら一緒に練習やんない。俺は敵だぞ。そんなの関係ないよ。今日は仲間ってことでいいんじゃないの。そのうちな。ヒットだぞ、約束だ。念のため決勝の審判はこちらの息のかかった者を手配いたしました。ライモンの監督は？ライライケンという店の主人に声をかけたことが確認されていますが。なんだそれは。ただのラーメン屋の親父ですよ。響きという名前ですが。響き。何年ぶりかな。お前か。帝国は無敵だ。それだけ言いに来た。どうしました。わかりました、今から伺います。機動艇へ。急に自分には機動を名乗る資格はないなどと言い出しまして、ね、それ以上は何も話そうとしないんですよ。ここはやはり影山さんに話を聞いていただきたいのですが。成長途中にはそんなこともありますよ。ここでもう一度自分の立場をはっきりさせましょう。先生、あの子は繊細です。
何とぞ。分かっていますよ、ご安心を。私だ、バイネス。稲妻！